いけ、待て、うまく決まらない、そこでシュート、うわっ、ゴール。まあ、今回ですね、こちらの、まあ、傘です。雨を降った時や、まあ、犬の糞が上から降ってくる時、芸能界で言えば熱湯をかけられる時などに使える傘ですね。まあ、業界を生き抜くためにはものすごく使える、まあ、スプラトゥーンを生き抜くためにはものすごく使えないと言われている傘なんですが、まあ、今回ね、僕が新たに使い道を用意しました。それが野球です。あ、違う、サッカーです。さあ、これがゴール。見事傘でゴールの中に入れられることができるのか、そう、入れられるか入れられないかは僕の消防署7年間の訓練にかかっている。行くぜ、助走をつけてシュート、うわー、ゴール。ギリギリのゴールです。やった。じゃあ次はこのぐらいの距離から打っていきたいと思います。さあ、まあ、前回はですねチャージャーだったんで、今回はちょっとブラスターでもないしバケツ系でもないし、もうなんだろうね、こいつただのあれだよね、空気読めないやつだよね。まあそんな武器が果たしてこの距離まで届くのか。いきますよ、3、2、1、シュート。3、2、1、シュート。もうこのくだり飽きたな。さあ、お次はね、試合でよく見る神プレイ、そしてクソプレイ、そしてファール。まあ、今回はね、その3つをやっていきたいなと思ったんですけど、まずね、もうファール。ファールは相手がいないんで、まあ、とりあえずこいつが人だと思って殺しちゃいます。不死身か。神プレイ次行きたいと思います。神プレイって言ったらやっぱりドリブルからの、すごい角度のシュート。これをね、やってる人なんてね、まあ、そこら辺にいます。はい。そこら辺にいるんで多分、これでもできるでしょ。さあ、行けますよ。ドリブル、ドリブル。さあ、ジグザグ。行くぜ。8の字プレイ。そして、やべえ、サッカーもう忘れちゃったわ。技名とか全然覚えてない。わかんないわかんないよ。全然わかんない。デスゾーン、それ、稲妻イレブンだ。よし、ドリブル、ここまで来たぞ。ここまで来たぞ。よし。いいリフティングも決めた。行くぜ。行くぜ。ゴールー。これはまさしく、神プレイ。ではお次はクソプレイにチャレンジしていきたいと思うんですけど、クソプレイって一体どんなの。僕もね、クソプレイってね全然わからないんですよ。だからさっきつけた言葉だし、さっき俺が自分で10秒ぐらいで考えた言葉だし、よっしゃ、クソプレイ考えた。もうね、クソプレイはね、もう神プレイに等しい、ものすごく素晴らしい。この傘を縦に使って、もうそれでもう敵をね除外しつつ、もう ほとんどファウルに近いんですが、除外しつつゴールを決めていきたいと思うんですけど、ちょっとコーンちゃん早く、いくぜ、開いて、いけ、ここで、いけ、何やってんの、いけ、待て、うまく決まらない、そこでシュート、うわっ、ゴール。いやー、ちょろいもんだわね。企画を練って、これをやろうって言って、あんまりうまくできないで、むしゃくしゃになって適当にやって、こうやって片付ける、これがまさしくクソプレイ。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、サッカーはここまでなんですけど、まあ、ちょっとね時間も少ないので、一つだけ皆さんに伝えたいことがあります。スプラトゥーン、みんな傘弱いって思ってるでしょ。ちなみに僕の滑舌すごい悪いって思ってるでしょ。そんなん気にしちゃダメ。傘にもね、実は使い道があります。実はですね、傘って雨をしのぐこと、それぐらいしかできないと思っていました、僕は。実はですね、この傘、雨を降らすことができるんですよ。ね、これ誰も思わなかったでしょ。これね、インクじゃないの。黄色い雨なの。そう、敵に夏場涼しさを与えるっていう。しかもスペシャルも雨。こんな素晴らしい武器ありますか？もう傘一本あれば、
もう夏なんて、ね、雨降り放題。なんか嫌いな友達が明日ディズニー行くって言ってたら、もうその傘持ってけばいいの。そう、傘持ってけば、その次の日ディズニーランド大雨だから。そう、使い道めちゃくちゃあるじゃん、この傘。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次回傘で遊んでいこうと思います。サッカーでも遊んでいこうと思います。もしこの動画面白いなと思ってくれたらチャンネル登録、高評価ボタンの方、ツイッターの方フォローよろしくお願いします。ではじゃあねー。